はい、淡々でございます。いよいよ大詰めになってまいりました。ソプラノ残り3本、5番ですね。要注意人物、5番でございます。これは結構好きな答え。でございます。こちらはハワイアンコアも結構こう男気あふれるガッとプレミアムじゃないですよ、スタンダードなんですけど、こんなに入っているのを1本見つけました。これはプレミアムになぜしなかったんだっていう木目ですね。もうすごいですね。という1本でございます。こちらがソプラノ5番。わかんなくなっちゃうんでこういう感じで5番。そして残り2本、ソプラノ、6番でございます。ハワイアンコアの6番、ここだってな。チューニングも UPT ベグなんで結構簡単にできますね。これは、横に細かくふしゃーと入ってるんですけど、やや白めの感じで、またこういう白いのをサップもちょっとこう入ってますね。白目が好きな人も意外といるんで、これも選定してまいりました。こちらがナンバー6番でございます。これは本当に指板も真っ白で綺麗な感じなので、綺麗目が好きな方にはおすすめでございます。そしていよいよ最後になりました、7番でございます。ソプラノの7番、今回はソプラノは7本入荷になってます。
結構こう明るめになる。なので、とっても弾きやすいと思います。最後のこの1本はですね、縦にも組めもしっかり入ってて、横側が特に、中央はそんなでもないですけど、横にカーッと広がっている、サイドもフワーッとまっすぐ感じですね。なんかこうケリーって感じする、1本でございますので、ぜひですね、こちらが気に入った方はソプラノ7番で、お問い合わせください。そして、とりあえずウクレレの方の紹介は終了になりまして、今回、全部おしゃべりしてるんですけど、サバレス弦ですね、コロナウイルスの影響で入荷が少し遅れてしまったということで、サバレスのこの弦をメーカーさんがなんと協賛してくれて、この全部で16本仕入れて、この16本に関してはサバレスのこの新品の弦を1セットプレゼントしていただけるということになりました。そして、ケースはこちらですね、厚みのあるケースがついております。雨の、ちょっとの雨では撥水加工がチャックにまで してあるので、大丈夫というこのケースですね。結構これいいケースなんで、これも一緒のセットになってますので、ケリーを探してた、お待ちになっていた方、ぜひ、当店でですね、お問い合わせいただければと思います。ちょっとお早いお問い合わせがいいと思いますので、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。